っとこれ色変えてみましょう。あ、こっちか。読めたんですけど反動でクラッシュしてしまいました。こういうスローのあれがあるのがいいですね。はい、アキラソースです。今回はですね、F1 2019のマルチプレイヤーマシン、今回より、カラーリングがね、オリジナルに、いろいろ変えられるということで、ちょっとそちらの方を見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらがその画面なんですが、まず標準カラーリングとプレミアムカラーリング2つあるということで、初期セットではね、この3種類から選ぶ形になるみたいです。で、まあこれね、好きに色は変えられるみたいですね。これ4色モデル、これは3色モデルと、まあパターンによって4色か3色かいろいろあると。で、こっちからですね、これ C2000 とコインなのかな、なんか書いてあるんで、これオンラインで対戦するとコインが溜まっていくので、それをポイント貯めたらこのカラーパターンゲットできるということですね。で、こっちからね、3000、4000、5500、最後6000と、まあ、ちょっとパターンによってお高くなっていくよと。あとプレミアムカラーリング、これカート画面があるんで、これは課金ってことですね。これちょっとクリックすると、あのスチームストアに移動とかでちょっと別ウィンドウ開いちゃうんですけど、これは課金のようで、ちょっと値段見てないんですけどね。で、こっち後ろの方にしれっと背中カラー、プロストカラーとあるみたいで、これは選べますね。うん、これは課金要素なしで楽しめそうです。ちょっとこれ色変えてみましょう。ちょっとね、私、白ベースに青の方が好きなので、今黒いところを青にしたい、で青いところを白にしたい。文字のとこは白でいいかな。ちょっと青もうちょっと暗くしよう。青というか紺色みたいな好きなんですけどね。よし、これにしよう。ということで、ちょっと私はホワイトベースに青カラーリング、ちょっと濃いめの青カラーリングで、よくオンラインやってます。よくやってないかな。ちょっとだけやってて、今右上、C800 ということでコイン800溜まっておりますが、なんかですね、やっぱレースの順位によってコインのゲットの枚数の重みが変わってくるという感じでした。ちょっとね、クラッシュして最下位フィニッシュの時とかは100コインぐらいしか入らなかったんですけど、まあ、入賞したり表彰台乗ったりとかすると、まあ、2、300コインあったりとかで、多分順位によっていろいろ重み付けがあるのかなという気がします。なんでね、とりあえず最下位でも100コイン、なんか3箇所100コインみたいな感じでもらえた感じがするので、まあ、ひたすらとにかく走ってさえすればコインはどんどん溜まっていきそうです。もらえないということはどうもなさそうですね。うん、なんかもらえなかったことはない気がします。あとは、ドライバー、まあ、アバターとか国とか、これは最初のね設定でできますが、それ以外の登録、ヘルメットですね、これも、まあ、パターンから選んで、まあ、同じく色が変えられるので、こう、あれ色が変わらない、あ、変わりましたね。今黄色、こっちか、あ、こっちか。で、メタリックなちょっと質感とかがいいんであれば、もう最初からこれメタリックな感じのを選ぶしか多分ないですね。これちょっとマットな質感のやつはもうそもそもマットですね。なんかこの辺もね、調整できればいいんですけどね。ちょっとこのデフォルトマットだけど、カラーリングによってはちょっと光沢のあるツヤツヤな感じにのカラーにしたいとか、そういうのもできればいいんですけど、ちょっと残念ながらその辺はできなさそうですね。で、
であとはスーツですね。スーツも、初期そのこの3点、あとはまたねコインで変わってくるのと、まあ、プレミアスーツ、また課金制か、セナプラシックプラストクラシック、これは選べるという形のようです。あとグローブ、まあ、グローブも3色からあると、まあ、あんま変化ないんでそんないるかなと思うんですけど、まあ、セナでね固めることも最初からできそうですね、課金なしで。あとはバッジ、これあのオンラインのロビーで表示される国旗の横に表示されるんですが、まあいくつかこれは結構最初から選択肢それなりに数ありますね。で下の方はだとちょっとまたコイン要素があるみたいなんですが、まあ、好きなのを選べばいいのかなという気がします。これも多分どんどん後から数増えるんでしょうね、きっとね。さあそれではとりあえずマルチプレイヤーレースやってみたいと思います。まあ下手くそなんですけど。さあそれでは5ラップレースどっかに参加しましょう。なんか結構人数いますね。で私オンラインやるとき、おっとかなり、下手くそなのでトラコンはミディアム、 LINE もありでやらせていただきます。さあこれからレースになります。さあスタート。さあスタートはどうか、まあいいぞというか、まあ、トラコンミディアムなんであんまり失敗という失敗しない。おっと透ける、いや怖い怖い怖い、あんまりオンライン慣れしてないんでね。おいーそうさあうまいこと混乱を抜けて6番手まで浮上。さあこれで落ち着いてレースできるでしょうか。あでもなんか前がすげえカクカクしてるな、これラグなんでしょうね。つかんないように気をつけないと。見事なスタートだ、いいぞ。前がなんかすごい右に左に少しなんか変な動きをしているけどラグはしょうがない。うっていい、あーこれはピットで交換しろ。これはしょうがないわ、避けらんないわ。真ん中でスピンされてちょっと避けようと思ったけど反動で行ってしまいました。まあこれはしょうがない。さあピットインしに行きましょう。さあ脱再開できるでしょうか。まあ周りがねまたミスってくれて誰かピット入ってくれるといいんですけど、いやなんかキャリアもオンラインも一人寂しく一人旅。2分6.1。おっと前が見えてきた、よし脱再開。いやでも無理なオーバーテイクは仕掛けないようにしないと、キャリアモードの AI とは違うからちょっと緊張する。前がフラフラしておりますね。ファイナルラップ、ファイナルラップ、ファイナルラップでオーバーテイクできるか。ただこういうとこが怖いんで引きましょうできればあの DRS ゾーンで綺麗に問題なく抜いていきたいですね。ちょっと後ろで様子を見ながらベタベタにくっついて、おっとコースオフしてくれましたんで、これはこのまま何のインシデントもなく抜けました。よしよしよし、脱再開。前との差は 13.6 秒。おっと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 、ちょっと今エンジンブレーキで横着しようと思ったら回転高くなりすぎた。さあ早い、トップはもうチェッカーフラッグ。さあこのままミスなくちゃんとゴールしたい。
おや？ん？あーやべろ、ビート。いや、別になんもないですね、大丈夫ですね。グリーンフラッグだ。誰かがちょっと飛び出たんでしょう。あとこのオンライン、まあ、このレースがマシンは自分のカラーリングでやるっていうレギュレーションの部屋だからだと思うんですけど、左下のマップのコースの、マシンのあれが全部白なんですよね。もうこれ白固定みたいですね。なんかね、マシンカラーのメインカラーとかの色とかになるとかそういうわけでもなく、もう全部白固定っぽいです。なので誰がどこにいるっていうのをあの絵で判断することはどうもできなさそうですね。さあこれで、あ、ランクが一つ上がってシルバーランクに上がりました。そしてレーティングも AB、まあセーフティーだったということですかね、上がって。まあでもセーフティーレーティング 62% まあ高くはないんでしょうけど、やっぱああいう避けられない接触がどうしてもあるのでなかなかあれですねこれで何にもランクがなかった状態から、一つランクがついた形になったでしょうか。さあどうか。おっと、ファッセスト。おお、まさかファッセスト出せるとは。さあ決勝ボルトイン目指して頑張りましょう。さあスタート。まあ、トラコンミディアムなんでスタートは失敗しません。さあインがいるけど、おっとなんか後ろ透明なマシンがすり抜けていきましたけどちょっとね、私18の方はオンラインほぼほぼやってないんでわからないんですが、ああいう感じでなんか滑っていったりすると透明になって前があんまり被害を被らない形になってるんでしょうか。うん、ちょっとねその辺前作のオンラインをほぼほぼ知らないので比較レビューがちょっとできないんですけど、おっと後ろが来ていない、混乱に巻き込まれてしまったのか。さあその隙に、うえー危ねー、どんどん逃げていきましょう。あ、大丈夫、ウィング、とにかくここはウィング壊さないように。あー、うーやってもた。まあ、でも一番軽い段階ですね、まだまだ大丈夫。いやーもうほんと緊張するわ。ファステストラップを叩き出したぞ、その調子だ。あ、やばいやばいやばいあー後ろとマージン結構あったのに。あー、これで貯金使い果たした。すぐ後ろ来てる、やらかしましたあー、やばい、怖い怖い。マシンはフロントウィングが破損している。ほう、ならまだ大丈夫か。いや、ちょっと気をつけていきましょう。あ、やばい、またやったか、またやった、くそあー、しかもぶつけた。あー、やらかしました、同じことを。ちょっとまたね、右下 ERS の操作に一瞬気を取られました。一瞬ブレーキングが遅れた。まあさっきと一緒ですね。いやー、まあとりあえず完走目指して頑張りましょうかね。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。ちょっと差が詰まってきた気がしますけど、ね、明らかに見えてきたもんね。
ただファイナルラップワンチャンあるかどうか、まあ、あんま無理したくないですね。リタイアだけはしたくないので、いや確実に近くなってきてますよ。ワンチャンあるか、最後の直線で DRS ゾーンに入れれば十分勝てますね。うわ怖い、あ前のウィングまたさらに壊したな。いや怖いんですけど、おっ、これダメな人怖い。いや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 、危ねえ危ねえ。前はきついのもよくわかる、前がきついのはよくわかるけど、これはもう最後の直線まで DRS 浮かないでいた方がいいですね。あーでもとか言いつつ、いやでもうんそうだ後ろにいて DRS でサクッと浮かせていただきましょう。おっと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 、いやちょっとラグがちょっとあれだな、この動きが嫌だ。あっ、おっ、あっ、すり抜けてしまった。あーこれ手前に逆に DRS 使われるけど、もうこれ行かなきゃしょうがない。どうか逃げられるか、いや動きた。フィニッシュラインはどっちだった。あー抜かれてる、まあしょうがない。最後ちょっとすり抜けて前に出てしまったちょっと惜しかったですね。後ろで DRS 使ってあれだったら確実に仕留められてはいましたが、お、レーティング上がりましたね。ぶつかってはないですからね。さあとりあえず2戦やっていきましたが、リプレイ見ていきましょう。はい、ということで、先ほどやったオンラインですが、シアターのね、ハイライトというところで、直近3レース分はね、自動でハイライトを作ってくれるのが残ってるみたいなので、ちょっと先ほどやった、イギリス見ていきましょう。こちら最後尾からの、まあ、参加した時に予選の参加ができなかったので、最後尾グリッドからのスタートになります。ちょっとね、ほぼほぼ同じカラーリングの人が一人いるんで、ちょっとどっちかわからなくなっちゃうんですが、自分これですね。これ視点変えられないですね。でここちょっと避けられませんでした。前でねスピンして真ん中に止まってたんで避けたんですけど、反動でクラッシュしてしまいました。これはしょうがない。こういうスローのあれがあるのがいいですね。ちょっとオンライン側ってあんまりマシンの解像度が高くないというか、こだわってないんで、ちょっとこうドットが荒いのがすごく残念ではあるんですが、まあ今のはねなかなかちゃんとこうクラッシュしたところとかこう取れてたんでいいんですけど、まあちょっとねこの自動ハイライト機能いい時もあれば、もうえなんでそこチョイスしたっていう全然ダメな時もあるので、ちょっとその辺まあ微妙かもしれません。まあいい時も、はい。で続いてアゼルバイジャンを再生したいところなんですが、今3回ほど再生したんですが、アゼルバイジャンを再生した瞬間ゲームが落ちてしまうので、なんかちょっとバグってんでしょうね。ちょっとこれ再生できないので、ちょっとハイライト見れません。最後にねDRS 後ろ使われて、もうほんとちょっとの差で並ばれて負けたんですけど、
まあ、最後のね直線、あこのまま後ろついて DRS 使って長い直線で抜こうと思ったんですけど、最後なんかすり抜けちゃってで抜いちゃったらもうしょうがないよなと思って、もう行くしかないと思って行ったんですけど、まあちょっとね ERS エネルギーももう尽きてたので、リッチだけではちょっと抑えきれませんでした。まあでもね楽しくバトルできたんで良かったなと思います。ちょっと初勝利、オンライン初勝利かなと思ったんですけど、ちょっとね変なミスしちゃいましたね。その前にエスケープ、曲がりきれずにエスケープゾーンに突っ込むっていうのを2回ほどやらかしたので、結局は自分のミスで終わっちゃったなという感じです。あとねコイン参加賞として100コインぐらいゲットできるのかなと思いきや、結構細かいですね。最初のイギリスの時で50コイン、その次で25コインぐらいしか増えてないかな、あ違う、その次は2位なんでもうちょっと増えてますね。確か800から始めてイギリスが終わって850になったのか。でもその次1075ってなんかすごい刻んでますよね。いやなんか結構5刻みなのかな、結構細かいですね。あと参加人数が20台フルグリッドか5台しかいないかとか、その辺によっても多分重み付けが変わってくるんじゃないのかなという気がしますが、まあちょっとどうなんでしょうか。とりあえずね2000ぐらい貯めて、ちょっとまたマシンのカラーリング別なやつねちょっとゲットしていきたいなと思います。あなんかやってみるとマルチプレイも結構楽しいですね。まあ、何回かやったのでちょっとずつ上がってきましたね。セーフティーレーティング何もなかったところから B になりました。というのは一応セーフティーできてるってことか。最初何もなかったんで、でもねまだ勝利したことはありません表彰台2回、ポールポジション3回、総取得ポイント55、上位 50% でのフィニッシュ3、ファステストラップ1、何回ぐらいしたかな、まあ、10回もしてないぐらいですね。レース完走6だ、リタイアはしてないので。ということでちょっとねオンラインというのを2019からはやっていきたいなと思うので、まあ、ちょっとね楽しみながらやっていきたいなと思います。まあ、ちょっとこれ PC 版ですけど、まあ、どちらかというとフレンドさんとかがね多いのが、あのパソコンじゃないや PS4 版に、今年から私も、参入するので、オンラインをやる中心は PS4 版かなというところなんですが、まあ、ちょっとね PS4 発売がまだ遅れているので、まあ、日本語版しかね買うつもりないんで、日本語版が出たら皆さんとワイワイ楽しくレースやれたらいいなと思いますので、ぜひお付き合いくださる方は、お付き合いいただけると幸いでございます。ということで、本日の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それでは、またね。